嘘でしょ、あのスペーシアが消滅？嘘だろお前。皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は嘘でしょお前、ちょっとびっくりしたんですが、あのスペーシアが引退することだったので、今回は皆さんに紹介していきましょう。個人的にはまだまだスペーシアって残るんじゃないかっていう風に思っていました。詳しい理由は後で紹介しますが、まさかこのスペーシアがこんなにも早く廃車になってあれが消滅すると思わずびっくりしたね。今回はそんなスペーシアの驚きを話をしていこうという風に思います。東武百景ことスペーシアに対してついに廃車が発生しました。今回の廃車対象となった該当編成については104F ですね、第4編成が廃車になりました。まだ確定したわけではないですが、まあほぼ確定ですね。そしてこの東武百景はなんと館林の方に改装されました。東武百景は基本的に日光線向けの特急なんで当然ですが、伊勢崎線系統の館林とかあそこら辺には絶対入りません。というかこれまで入った記憶がないそうです。実際今回廃車改装する際にどうやら誘導試験とかそんな感じで保安装置が東武百景の足回りとかによる不具合が生じないかっていうチェックをしながら走ってました。まあそういうこともあってやっぱり東武百景って基本的に館林の方には来ないはずですが、今回ついに来ちゃったですよ。そして当然ですがこれは北館林の方に行って、おそらく渡良瀬、ここら辺にある解体場で電車を解体していくのかなっていう風に思います。東武の古い電車が解体されるのは基本的にこういう場所なんで、まあ割と結構廃車解体という風にみんなからは思われてますね。実際東武百景以外にも最近ではメトロ発生級とかもここで解体されてますし、まあ、特別、館林の方まで改装して、解体されるのは、珍しいことではありませんね。ですが私、やっぱり、当初は東武百景の廃車ってしばらく後だという風に思っていました。理由としては東武に、もっと古い特急型があるからです。東武に百景っていう両方向けの、建前上は一応、スペーシアと近い時期に生まれた列車ですが、実態は、下手した製造から、5、60年は経過している。超オンボロ特急車っていう感じの電車があるんですよ。東武200系っていうのは一応車体は新しく作ってますが、足回りが相当古くて、デラックスロマンスカーっていうスペーシアの前世代の特急型車両からもらった部品を使って足回りを結構利用しています。一応制御機器類については省エネ性向上のために開示点火レジ制御っていうものを採用しているものの、一応この部品は新品ですね。ただ一方でやっぱりそれ以外の部品については足回り結構古いために、いくら車両更新をしたとはいえ、デラックスロマンスカーって1960年代とかそういう感じの電車が多いですからね。まあ当然相当足回りは古いことがわかります。50年から60年ものがザラにありますね。ちなみに余談ですが、デラックスロマンスカーの中にも、なんと車体更新車が含まれており、デラックスロマンスカーの前の古い電車を車体更新してデラックスロマンスカーにして、さらにその、デラックスロマンスカーの電車を、200系車っていうケースも、実はあるんですね。ちなみにこの、デラックスロマンスカーの、車体改造を受けた編成っていうのは、めっちゃ古く確か、1950年代の後半とか、もういつのものだっていう風な感じの電車ですね。デラックスロマンスカーの前の、電車からデラックスロマンスカーに変更されて、そして、これが、東武200系だって、今でも活躍してるっていう編成があります。ちょっと恐ろしいですよね。むしろ逆にここまで古い電車を、未だに現役で、運行できるっていうのは相当東武すごいなっていう風に感心しちゃいます。ただとはいえ最近は東武200系についても廃車が進行していました。ペースは結構遅かったですが、まあ、やっぱりこの電車のルーツがどうしても足回りが古い以上、いくら車両の車体を新しくしたとはいえちょっと厳しさが見えていました。さすがに足回りが60年選手だったらちょっともう古いために引退するのはやむを得ないかなっていう風に感じました。一方で東武100系についても新しいN100系っていう後継が一部使うことが判明しています。ちなみにこの N100系については導入編成数が3編成だけで、現行のスペーシアの編成を全部交換するほどの数は作れません。また、JR 直通についても現状は非対応というふうになっており、JR 直通向けのスペーシア編成など、まだまだスペーシアが残るじゃないかっていうふうには思ってました。やっぱりどう考えてもこの200系って古すぎるために、さすがに早々言いたいというふうに、思われたですが、まだまだ200系が結構残っている背中100系を交換するという風に繋がったのは、個人的に結構びっくりですね。
まずやっぱり200系をとりあえず全体的に淘汰してから、続いては100系の方を交換していくじゃかっていう風に思ったですよ。さっきも紹介した通り、やっぱり200系ってもうルーツをたどればめちゃめちゃ古いですからね。一応250系っていう200系そっくりだけど完全新規の電車もありますが、これは1平成だけでほとんど全部基本的には古い平成ですから、まあ、ちょっと厳しいっていう風に感じます。それではどうして東武100系スペーシアを東武側をあえて廃車することにしたでしょうか。残念ながら東武公式から情報は流れてませんが、もしかしたらという感じですけどね、予備の部品の関係があるかもしれないなっていう風に感じました。どういうことかっていうと、予備の部品が結構東武100系は枯渇しているという疑惑があるんですよね。東武100系ってなんだかんだ言って搭載している VVMF が結構古いんですよね。いわゆる GTO の VVMF ですが、音からも分かるとおり結構初期のものを使っています。当然こんな古い VVMF を今現在半導体メーカーが作ってるかって言われたら、作ってないじゃないかっていう風に思っちゃいますね。そうなってくると東武100系をもっと使うと思ったら IGBT とか SIC とかそういった新型のモーターやインバータに交換する必要性が出るかもしれません。モーターについては既存のものを使うこともできますが、 VVMF については新しいものを使う必要があります。ただこの際に結構足前に大幅な変更をする必要もあったりするため、なんだかんだで結構この改造って大変なんですよ。しかもスペーシアって全部模覇車ってことはあって、その改造コストはバカになりません。当時東武はスペーシアを超高速走行しようと思って全部模倣するって感じで、バブルの影響もあったでしょうが、まあ相当おかしな仕様になってました。まあその影響が今になって出た感じでしょうかね。6両編成中6両全てが模覇車っていう変態仕様なので、まあ当然機器更新する際にはその更新が大変なのは明らかですよね。ちょっとこれは予想成分が入っちゃいますが、もしかしたら予備のパーツとかそういうトラブルがあったのかもしれませんね。ただ一方で早めに編成を1編成潰せば、そこから VVVF の予備が取れます。ちゅうことはいえ予備のパーツなんで、そこまで大きいトラブルにはならないという風に思いますね。他にもシートとか細かい部品類のパーツについてもやっぱり製造終了しているものが多いという風に思われたため、結果的には1編成早い会社にして、そこから部品を取って他の編成の延命とか長寿命化を測ろうとしてこうなったじゃないかっていう風に考えられます。ちなみにこの編成自体はリニューアルから10年経たずで廃車になっています。やっぱり結構早い廃車だなっていう風に感じますが、一方でリニューアルから結構日が浅いために部品が結構新しい部分もあるかもしれません。そのことを踏まえたら、やっぱり他の編成をもうちょっと残留する編成については長持ちするようにキープしようとか、そういう気持ちがあったかもしれませんね。そういう意味合いが強いという風に感じます。また500系の導入編成数的にはもしかしたらですけどもね、将来なんかさらに追加されて100系スペシャルも全部交換する可能性がありますし、もちろん200系の両毛とかも交換する可能性があります。今現在明らかになんかも両毛をリバティ化する動きが結構進んでおり、それに伴い200系の引退が進んでいます。現状導入編成数的には正直言って200系を全部交換できる数とは思えなかったので、結果的には100系が新型スペーシアに交換された分両毛号に回るじゃないかっていう風にも思ってましたね。さっきも紹介したように200系の経緯から多分こうなんじゃないかっていう風に最初は思ってましたが、結果としては100系が余剰と思われる編成について廃車解体されたので、もしかしたら今後さらに200系を作っていって、意外と両毛やスペーシアも500系シリーズに将来は統一されていくのかもしれません。また残念ながら100系スペーシアのうちサニーコーラルオレンジの編成が消滅することになりました。悲しいことに今回のこの 104F の引退に伴ってスペーシアのうちこのサニーコーラル編成が消えましたね。まさかこういう形で終わるとはまず結構悲しかったですね。もともとこのオレンジの編成っていうのはスペーシアの塗装変更に伴って登場当時のリバイバルカーに戻れないことが分かっていたので、もしかしたらしばらくはこの編成このカラーで走ってくれるのかなっていう風に思われてましたが、残念ながら今回のこの廃車に伴って塗装変更なしにこのカラーが消えることになっちゃいましたね。もしかしたら塗装変更した編成については今後みんなこんな感じで廃車になっていく可能性があるため、結構気をつけて他のカラーについても撮影した方がいいのかもしれません。
というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントと書いてくれると嬉しいです。コメントを数回でひっくり見てタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。